さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。ジョイダンスの若です。どうしたんですか、その足持ち歩いて、はい、持ち歩いてます。はい、重たいです。はい、はい、皆さんも見ていただいたかなと思うんですけど、スノーボードギアカナル、はい、今年絶賛発売中でございます。はい、こちらのページをですねペラッとめくりますと、数ページめくるとなんと、はい、OJK プレートの、はい、今年発売されました、はい、モーションアシストプレートの特集ページがございます。おー、持ってました、はい、私これでございます。こんな感じで載ってます。はい、モーションアシストっていうまた新たな画期的な、はい、もう一本を、はい、こちらもですね、はい、こちらは JSBA のイヤーブックでございます。はい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 、こちらもですね、なんと、はい、こんな感じでおー、載っております。載っておりますんで、よかったらこちらもチェックしてください。チェックしてみてください。さあ、このモーションアシストっていう新たなアイテムを、はい、OJK プレートがまた開発して、うん、リリースして、うん、この秋から発売という感じでございます。で、なんと早いところだと4月ぐらいから、はい、3月ぐらいから先行発売っていう形で、うん、2月の展示会でリリースしてくれたんですけども、ちょっと僕はシーズン中にも使わせていただきまして、うん、はい、これめっちゃいいじゃんゆきちゃんっていうふうに社長にも連絡したりもした次第なんですけれども、モーションアシストっていう名前でございます。はい、はい、モーションをアシストするわけですか。モーションをアシストするんです。動きをアシストする。だいぶ分かりやすいじゃないですか。いいじゃないですか。動きをアシストすると、はい、はいはいはい、これをバインディングの下に忍ばせて、はい、この上からチュチュチュバインディングをスポンと取り付けるという感じ、はい、で、ここに穴がもともと開いているので、ここにバインディングの穴と穴が合うようにしてあげて置いてあげる、うん、そしてちょっと厚みがあるのでビスの方は長いビスがモーションアシストの方にもこれセットでくっついているのでご安心くださいと、このビスを普通従来のバインディングのビスと入れ替えて取り付けてあげればもうこれで完成というのがニューリリース、モーションアシストでございます。今までのこうドライブだけシリーズとかと比べると、はいはい、ちょっと薄い感じがしますね。そうなんです、こんな薄くて何がいいんだいっていう感じがドライブだけ知ってる人なんかから見ると、感じるんじゃないかなと思うんですけども、うん、これがねすごかったんですよ、これ使ってみたら。これ純粋にここから商品の説明入りますね、はい、純粋に薄っぺらいものっていう風に見えるんですけれども、これ実はこうやって置くと、板に対してこうやって置くとバインディング取り付ける中心の部分が少し厚くなっていて、横に向かって端っこに向かってこうピッチャーマウンドみたいな感じで傾斜がついている。で、端っこの方の素材が少し柔らかいので、この辺が少し沈むっていうような、プレート自体が薄い中で立体的に動くっていう効果が搭載されているんです。やっぱこう中心にゴンと置くと、うん、少し浮きますもんね。そうなんです、少しね、はい、でこれでもバインディング取り付けるとこの浮いてるっていうものもほとんどなくなるんですね、うんうんうん、上からグッて押さえつけるので、うん、なんで隙間が空いて浮きが詰まるじゃんとかっていうのはもうだいぶテストを重ねたんでしょう。そういうものが全然僕も感じなかったのでご安心ください。じゃあそのピッチャーマウンドみたいに真ん中が盛り上がってるとこれ何がいいんだいっていうと、エッチングターンするときに遠サイド側に曲がるよってなったら体こうやって傾ける、ヒールサイドも体こうやって動かして傾ける、この動かすっていうこの動きモーションをほんのちょっと動いてあげると、なんとこの傾斜側に体が動いていくので足元の傾斜とともに自分がほんの少ししか動いてないんだけど、おっと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 っていう風により動きをアシストしてくれるんです。なるほどなるほど、はい、はい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 、やっぱいい塩梅っていうんですかね、うん、塩梅をこうしっかりとここで作ってくれるので、そう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 、乗りやすい、そう、まあ、きっかけがつかみやすい、はい、あとはこう不意な、うん、エッチングっていうんですか、うん、ガツッと入っちゃって転ぶっていうのも、まあ、軽減できるんじゃないかなと思っております、うん、はい、はい、機能になってるかな、うん、ドラグだけっていうふうに少しこう1センチぐらいかさ上げしてエッチングを強めようよとか、あとはプレート、OJK でも出しております、うん、カービングプレート、ちょっとこうノーズとかテールのバタつきを抑えようとか、なんだったらアルペンなんかだとこのプレートが1枚前足後ろ足くっついて1段も2段も高くなってるような2階建てバスみたいなプレートもいろいろあるんですけれども、うんうん、
基本的に、まあ、平らな状態が上がったりとか、そういうことが結構プレートってほとんどなんですね。うん、そうですね。そうですね。あとは、関東っていうふうに、そもそもつま先上げよう、かかと上げようっていうふうに、足裏をバチッっていうふうに立体的に固定するっていうような、関東プレートっていうのもあるんですけれども、なんとこれは、自分が動いた方に傾斜が出てくれる、動いた方に足元からその動きをより、プッシュしてくれる、アシストしてくれる、うん、そんなような効果が、この薄い中でもめちゃくちゃ感じられるんです、うんうんうん、すごい少ない動きなんだけれども勝手にそれ以上体を活かせやすくなるので動かしやすくなるので、うん、より大きな重心移動っていうものが手に入りますよ。より大きな重心移動が手に入ったんだったらより大きな可動付け、より強いエッジングっていうのが手に入りますよっていうのがこのモーションアシストのプレートになっております、うんうんうん、このモーションアシスト の、うん、あのパッケージにも書いてあるんですけど、パッケージどっかにありましたよね、はい、あ、袋みたいな、ちょっと待ってください、はい、ごめんなさい、はい、パッケージ持ってきました、はいはい、パッケージにも書かれてる感じで、はい、いろんなスタイルの方に使っていただけるような、はい、まあ、ジャンプしてるとか、パーティスレてるとか、はい、カービングしてるとか、はい、書いてあるんですけど、はい、その動きに対して、うん、非常にこの足元搭載することで、うん、モーションが楽になってくれるので、うん、例えば、うん、ボックスとか、はいはいはい、ジャンプとかで、はい、怖いと思うんですよね。怖い、はい、体が少しこわばってしまうと、うん、どうしてもエッチングも引っかかっちゃう、はい、生まれるっていうのを少し逃がしてあげることで、うん、そのリスクっていうのも減らせるし、うん、チャレンジする、まあ、その恐怖感っていうんですかねっていうのも減らすことができるんじゃないかなと僕は思っております。ここにボックスのイラストもありますね、はい、いいですね、はい、いいですね。なかなかボックスとかレールとか擦るためにプレート入れようなんていうのは今までの感覚だともう正反対だから絶対ないよそんなことはっていうふうに思ってたんですけれども、うん、なかなか画期的なアイテムですよね、これね。そうですね、はい、いろんなことを練習するに対して、うん、こう体のこわばりをこいつがいい塩梅で殺してくれて、うん、逃がしてくれて、はい、かつスムーズな方向に操作してくれるっていうのはだいぶプラスなアイテムなんじゃないかなと思っております、はい。もちろんこのエッジング方向もそうですし、ノーズテール方向へのオーリーとかノーリーとかも動きもアシストしてくれるっていう風なこのアイテムになっておりますので、本当このパッケージに書いてある通りスノーボードやるんだったら板の上でずっと止まってるのっていうのは、まあ、直下降かリフト降りた瞬間ぐらいだと思うんですよね。基本的には板の上で動いたりとかっていうことをしながらターンしたりオーリーしたりとかボックスとかレールこすったりとかパウダー入ったりとかいろいろボードの上で動くじゃんっていうその動き自体をアシストしてくれる、うん、これね説明しながら、はい、アシストっていう言葉を使わないで説明しようとするのがめちゃめちゃ難しいんだよね。これめちゃめちゃ難しい、無理なんだよね、はいはい、すごいいいネーミングつけたなっていうふうに思います、うん、動き、モーションをアシストする、はい、うん、モーションアシスト、これ白ですけれども黒もあります、はいはい、白黒の2種類の 2つのカラーで展開して今回、リリースされてまして、うん、ジョイントアーズのはもう両方とも在庫がありますので、はい、あ、何それ気になるじゃんっていう方は今すぐポチッとしてみてください、うん、あの概要欄に URL 貼っておきますの で、そうすることで家で取り付けてみてください、実際に ね、 そうですね、これ何もない状態で履いていつも通り鏡の前でターンの動きやってみてこれ取り付けてやると、え、何これ、え、めっちゃ動けるんだけどっていう風に、うん、本当にすぐ実感できます、うんうん、でこのモーションアシストをつけてカービングの動きっていうものを、あ、いつもより結構動ける、スムーズに動けるじゃんっていうのを半日やって、何だったら昼1回取り外していつも通りのこういうのない状態でバインディングつけてさっきぐらい動けるかなってやると、うん、なんか動けちゃうんですよ、うんうんうん、ね、もう体が動いちゃうんですよね。そう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 、え、今まで私俺こんなとこまで行けなかったけどモーションアシストつけると結構いけるじゃん、うわ面白いなっていうその限界値を広げるアイテムとして非常にいいですし、これを何だったら外した時にはその限界値っていうものを知れたことによってなくても結構そこまで積極的に動けるようになるというふうに、つけっぱなしで楽しむのもいいですし、外すことによってこれをあくまでもこう練習用具っていうふうに考えるっていうのも非常にいいんじゃないかなと思います。でなんとこれ練習用具として使ってもいいんじゃないかなっていうぐらいお値段も優しいので、はい、はい、お値段この辺に書いておきますけれども、はい、
ぜひぜひ皆さんモーションアシスト、新しいアイテム、そして先ほどの雑誌の方にもこう1ページ使っていろいろ案内が出ているように、結構皆さん注目の的になるのが今年のこのアイテムになるんじゃないかなと思いますので、早いタイミングでチェックしていただいて、シーズン始まる前にはもう取り付けて家で練習していただいてっていうのをジョイントハウスはお手伝いできるように、こう在庫結構ある程度白も黒もご用意ありますので、ぜひぜひジョイントハウスオンラインショップの方からポチッとお待ちしております。お待ちしております。とてですね、オンラインショップでご購入いただいて、うん、お店のインスタグラムなんかでも、うん、ありがとうございますみたいな形でその商品ページとともにですね、この商品が今売れてますみたいなのを紹介してますので、うん、よかったらインスタグラムの方もチェックしていただけたら嬉しいです。はい、あとこのモーションアシストの件なんですけども、はい、件なんですけども初心者の方とか、はい、まあ、これから技術を覚えたいっていう方にもおすすめしたいアイテムなので、うんうん、例えばこうお仲間であったりとか彼氏彼女であったりとかにもご紹介、うん、使っていただきたいアイテムとなっております。はい、これはですね、僕も出来上がった時に岡田さんと喋ったんですけど、うん、初心者の方にもめちゃくちゃいいですね、楽しくて、うん、まだその初心者のギアとか、はいはいはい、っていうのにも非常につけてもらうだけでもより滑りがサポートしてくれるアイテムだと思うので、うん、ぜひぜひいろんなライディングをする方、いろんなレベルの方にも使っていただきたいアイテムでございます。ぜひとも OJK の社長岡田幸雄君が一生懸命作って僕も使わせてもらいましたけども、すごくいいアイテムとなっておりますので、皆さんチェックしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木優衣でした。ジョイントハウスの馬場でした。